お前見た目ほどにはバカじゃねえようだな。わからいんだわからって。おい、すまんな、わしの牢まで開けてもらって。わしの名はヨハネ、高貴なる黒き羽の大神官にして神聖なるネクロマンサーの大魔導士。本物だってんならなぜ魔法を使わなかった。まったく面目ない話じゃが、死人がいなくてはわしらは魔法が使えんのだな。何せ魔法にはその触媒として大量の生贄の血液が必要なのじゃ。その上やつらに魔道具の尺状を取られてしまっておってな。わしはいつの間にか忘れておったのかもしれん。この世界がたとえ今まさに深海に沈みかける船であったにせよ、座して死を待つよりはあえて火中の栗を拾うことをよしとすべきだということに。それより急いでここを抜け出さんと、すぐに追っ手がやってくるぞ。
大邪神の名を語るろくでもない偽善者のくせに、このゴルゴダの牢獄から力ずくで脱走しようと試みるなんて、案外いい心がけじゃない？そうよ、そこの囚人たちの言い分じゃないけれど、この世は力こそが全て。あんたたちがたとえどんな罪を犯そうと、目撃者さえいなければ犯罪は成立しやしない。つまりあんた自身は、あんたの飼い主のことをちゃんと守って、あの異端審問官たちをぶち殺してさえいれば、私の妹が罪に問われるようなことは金輪際なかったのよ。さあお前たち、やっておしまい。皆の者、来るぞ。なんて人数だこいつら。こらクソジジイ、魔法でなんとかできるんなら早くなんとかしろい。やれやれ、土から生まれいで、早くも土に帰るのか。だがそなたたちの体、わしが決して無駄にはせんぞ。我ら大神官が魔道の力を使うには、必ずその触媒として大量の血の生贄を必要とする。そしてその血の量が満ちた時、よく見ておくがいい。これが太古より伝わる聖なる力、神聖ゾンビ魔法じゃ。死体が勝手に動き出すだと？さらにこのゾンビたちの体を使ってこんな真似もできる。古の究極魔法、ゾンビ爆。